大館の城空港インターチェンジは、秋田県北秋田市脇上にある、秋田自動車道のインターチェンジである。秋田方面より、撮影あたり IC は、高野須大館道路の起点であり、大館の城空港、の城港への観光、物流のアクセス利便性の向上などを目的に、計画された。東 IC より、秋田方面は、秋田県道325号。 大館の主力横再線を自動車専用道路に改築した高野杉市道路、新たに建設される二つ井今泉道路、高野杉市道路と同じく自動車専用道路に改築する二つ井バイパスを経由し、秋田自動車道、二つ井白上 IC に接続する予定となっている。インターチェンジの形状は平面 Y 型で大館方向から来た車両が降りる際、 の代方向へ向かう車両との平面交差地点で一時停止の必要がある。また、無料区間のため料金所設備はない。空港入口交差点記者発表資料 ABE、高野市大館道路が3月21日に開通します産業、観光支援、救急患者の安定搬送等が期待されます。国土交通省東北地方整備局のし河川国道事務所、 2018年1月29日閲覧。大館の白空港へのアクセス性が向上。日本海沿岸東北自動車道、蟹沢 IC 大館の白空港 IC 館が、令和2年12月13日15時に開通。秋田県、国土交通省東北地方整備局の白河川、国道事務所、北秋田市。2020年10月29日閲覧。 遺跡にちなみ、伊勢道対高野巣西道路 IC、蟹沢と2箇所に、秋田伊佐信奉者、https www. s a k .jp a k e j p ニュース a r t i c アーティクルスラッシ 20201023ak0031 ありがとうございます。